はい、こんにちは、スレトルトと申します。スーパーマリオメーカー実況プレイ始めていきたいと思います。今回はね、この右下見てください。バージョン 1.20 ということで、ついにマリオメーカーアップデートが来ました。でね、まあどんなものがアップデートされたかというと、まあ大きく言うと3つですね。まあ世界のコースに、まあなんかちょっとしたなんか、公式のコースが、公式のイベントコースが追加されたのと、まあキノコを普通、土管とかでキノコ出るところを大きい状態で土管を叩くとフラワーになるみたいな、初代のスーパーマリオであったような仕様、あれができるようになったのと、待望の中間地点が、出てきたということで、ちょっとコース作り、はかどるということで、ちょっとね、まあ、裏でこそこそ作っていたコースがいろいろありございまして、まあ、今回は、このちょっと見たことのあるようなこのコースなんだけど、これはね、以前作った意地悪飛行船の、イージーモードなんだよね。まあ、ちょっと意地悪な飛行船っていうタイトルなんだけど、まあ、これをちょっと中間地点とかを、まあ、つけながらちょっと、投稿しようかなと思ってます。で、本来ここはドッスンとかで、あのドッスンが降りてきて、まあ、ドッスンに乗りながら、やる場所だったんですが、ここはちょっとイージーになっておりまして、まあ、こんな感じでこう移りながらドッスンを避けながら、ツタを登るっていう、あのスピンジャンプで、あのドッスン、まあ、これに乗れるってことを知らなくても、まあ、できる、感じの仕様になりました。で、ここ本来は完全に罠だったんだけど、ここは優しくキノコをあげるという、イージーモード様々ですね。そしてここも、鬱陶しかったメットがいなくなり、ツタも2本に増えました。キラーを避けながら、今はただ下手くそですねキラーを避けながら、上に登っていただいて、ここです。で、まあここのなドア、まあちょっとまあ後々置いときます。で、ここでキラーに乗り移りながら右に行きたいと思います。で、中間地点、中間というかここのジャンプも中間作ったんだけど、落ちちゃった人死んじゃったけど、まあまあここを落ちちゃった人用に、このなんていうんだろう、リカバリーの、中間じゃないけどリカバリーのこう戻せる、ところを作りました。まあこれはね、公式の任天堂コースをプレイして、まあすぐにやり直せるのいいなと思いながら、まあこういう風にドアを使っての、リカバリーを作りました。ちょっと待ってね、今ちょっと俺がちょっと鬱陶しいなと思ったとこがあった。ここここいらないわ、ぶつかるのな、ぶつかってこのまま落ちちゃうのがちょっと鬱陶しかったんで、まあこれで中間地点作りまして、ここまで行ったらそろそろ中間欲しいかな。まだ行けますかね。このあと、あ、このあとカメックのとこなんで、じゃあここにちょっと中間作っちゃおうか。うわ、楽しみ。確かね、公式の動画というか、任天堂の動画見てる限り、この矢印を、わーははは、嬉しい。あ、これね、あ、角度変えれるんだ。どうしようかな。もうせっかくだし、こういう感じで。で、ここで、そっか、中間取ればでかくもなれるんだね。まあこういう感じで、中間を作って、まあカメックでブロックを壊させる面なんだけど、まあカメックの数とか、ドッスンの配置とかを優しくしましたね。で、これで OK っつって、まあ、中間地点あるからね、言うて。で、ここも、これでカメックで潰してもらうという。いやー、嬉しいのはね、やっぱなんだろう、いろんなことを詰め込みたいって気持ちが俺はすごい多くて、まあ、コースが長くなっちゃうね、どうしても。まあ、それが中間地点のことができたことでかなり緩和されたのがいいですね。ちなみにこれは左に入ったら即死だったんだけど、まあ外れですよっていう程度に、とどめておきました。まあ意地だからね。まあもともとこれアブさん用に作った動画、コースだから、まあある程度、まあ、難しくはしてるんだけど、意地悪には。で、これ本来右に行くルートが正解だったんだけど、左でも、なんと正規ルートにしました。右でも左でも行けるよっていう分岐になったわけだね。で、こっちは乗ったらもうすぐ死亡だったんだけど、まあ、こっちも正規ルートになってて、こっちもこっちのゾーンに行けるっていう感じですね。で、ここもフラワーを、あります。意地悪な、
なんだっけ、ハンマーブロスは消しました。で、さっきの左ルートに、こう、左ルートじゃない、右の方に行けば、こっちの方にも行けますっていう感じですね。いやー、かなり簡単だね。これね、目標では、クリア率を 15%、狙ってます。まあ、言うてね、まあ、パッとやめちゃう人もいるけど、まあ、15% ぐらいを中間地点もあるっていうことで、ちょっと目標にしてるんで、これ投稿した後何パーセントになるかちょっと皆さん見ておいてください。 15% ぐらい、まあもうちょっと上だとさらに嬉しいんだけど、まあそれぐらいのコースを目指しております。で、これ乗るとまあこういう風にいろいろいるんだけど、まあいろいろちょっと調整して簡単にはしておりますね。まあそんなには難しくないと思う。はい。てかファイヤーフラワーを取るの今焦ったな。ファイヤーフラワー取らないとさすがにちょっと難しいので、おい、これで乗ります。まあでも、この後ぐらいにやっぱ中間2個確かつけれたような気がするんだよね。1つの、エリアに1つずつ、まあ土管とかで経由した2フロアに1個ずつつけれるって書いた後、ちょっとまだやってないか分かんないんだけど、まあこう行きつつウィーッと行っちゃってください。まあまあ2回くらえるんでね。おい、でここでもうヨッシーのとこだからもう早いもんだね。ここに中間つけたいな。ここはあれ、あ、同じフロアに中間があるのか。あー、じゃあこっちじゃなくてここじゃなくて、あー、ちょっと待って、コースが、こっちの手前側につけるか。ここにつけましょう。じゃあここに中間つければなんかこうぶら下げたい精神あるわ。で、ここに、これで中間、あー、やったー、オッケー、つけれますね。はい。で、これなんかピンポンとかにしてたんだけど、まあこれもう完全ダメだよっていうことを、ヨッシーに釣られちゃダメだっていうことをちょっと表しました。完璧に、まあ直前に中間があるんでね、まあ騙された人はまあこれはもう申し訳ないって感じだけど、まあこれはもうおそらく騙されないでしょう。で、こっちがキノコ出るようにして、こっちがフラワーが出るようにしたので、まあちょっと大人数調整だね。この後ちょっとクッパ戦が一応控えてるので、まあ、クッパ戦も結構簡単にしましたね。コクッパ、死にました。で、もうクッパはあそこから出れないようにしましたね。で、クッパの火で、まあ、ここのブロックを壊してもらって、おい、で、ここからクッパから逃げつつ、うおーってこうコインを取りつつ逃げると、いつの間にかにゴールしているっていう。おお、これはちょっと意地悪ぐらいな飛行船なんじゃないかな。オッケーオッケー、これは結構、皆さんちょっとクリアしてもらえるんじゃないかなというコースなんで、まあ、ちょっと皆さんちょっと挑戦してみてもらいたいですね。中間もありますから。これコースを投稿するしたらどうなるんだろう。あ、クリアチェックを行いますか。中間ポイントのクリアチェックも行います。そっか、中間後からクリアできなくなったための、わ、2個あるから何回もクリアしなきゃいけないってことか。で、ちょっと一回やってみよう。まあ、ここは登ってって、まあ、ドッスンの、右のやつが落ちるのを待ち、こう行きますと。で、ここは、キノコ、優しい。キノコゲットでしょ。ここもまあ、ちょっとキラーを避けつつ、下手くそ。これ、ま、毎回当たるな、俺、ここ。待って。ここを、突破した先に、キラーのジャンプ台があり、オッケー。で、まあキラーで行ってもいいが、ノコノコでも行けますよっていう、オッケー。中間ででかくなる。わ、いいね。これで死んじゃっても、こっからスタートっていうのはかなり良心設計になる。まあ今後はちょっと中間を多めに実装していきましょう。まあ、てか中間がないステージはほぼ作ることはなさそうだな、今後。まあよっぽど短いステージじゃない限りはね。ほい、オッケー。で、こっちが当たりと。で、おお、怖い怖い怖い。ちょっ
一応右側からクリアチェックも兼ねてるから行ってみようか。ほい、おーい、で入ると、でここでもう、あ、ここはまあ中間じゃないのか。でファイヤーフラワー取り、あーちょっと待って待って待って、これで上でしょ、これで行って、かなりのイージーモードな、これは。中間来たことによってコースの作成意欲がかなり上がったんで、ちょっともう一個もう作ってるんで、まあそのうちすぐ投稿しちゃいましょう。初めてちょっと謎解きコースにちょっとチャレンジしたので、あとでちょっと軽くだけ紹介して次回本格的紹介な感じにしようかな。これ登って、ほい、オッケー。でここでまた中間だ、ほいほい、ファイヤーフラワーでいけるのいいね。よしで入って、ここのファイヤーバーかわしつつ、コクッパ、コクッパ死んだから別に左のあそこをブロックにする気あんまないな。まあ別にいいけど、これさ、ファイヤー持ったままこれするとさ、両方に出るんだよね。これを使ったギミックいいよね。なんか左右からめっちゃやってきて、ファイヤーをこう、こういう風に打つみたいな。おいおいおい、わ、簡単。これ 25% いけるかもね。今回はね、結構難しめに見えながらもみんなにこうクリアしてもらえるみたいなステージをちょっと目指したんで、あ、中間ポイントからクリアチェック。じゃあこれやっちゃおうか。まあ、そうだよな、中間ポイント取ったはいいが、空中で死んじゃうような意地悪なギミックというか、もう意地悪というか、まあ、まあ理不尽というかね、そういうのも作ろうと思えば作れちゃうわけだから、まあそういうとこはあれだね、できなくしてんだね。 OK! 3つ、計3つちょっと、クリアチェックできました。まあ簡単だなこれは。 OK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 。 じゃあ久々にちょっとコース投稿だね。結構久々だぞ投稿で。ちょっと意地悪な飛行船中間ありっていうタイトルにしました。はい、コース ID DBB600000D7AC54 となってますので、よろしくお願いします。まあね、超意地悪飛行船をクリアしとかした人からしたらね、なんやこれって話ですけども、まあ、なんて言うんだろう、まあ、それクリアできなかった人とか、まあ中間のちょっとどんな感じかとかやってみたい人はちょっとぜひやってみてください。 OK、 久々にコース投稿したな。やっぱね、なんかいいねとか、あの、やった人のコメントとかね、普通に見るの楽しいからね。で、こちらですよ。意地悪お化け屋敷。マリシャスハウンテッドハウス。初めてちょっと謎解きに挑戦しました。そんなに難しい、コースにはしてないし、中間もちょっと実装しようと思ってるので、次回はこの、意地悪お化け屋敷を、ちょっとやりたいんですけども、今回はね、俺はこれね、どちらかというとこっちなんですよ。中間地点もすごい嬉しかったが、すげえね、俺がやりたかったというか、やりたいものがあるんですよ。で、こう世界のコースの左上にキノピオのアイコンがついてて、ほら、ゼルダの伝説トライフォース三重士とか、まあこういうイベントコースですね。アリノメーカーでスーパーバカリズムランド、まあ CM で作ったコースかな。これなんだろうね。あ、Facebook 社に行われたみたいな。で、俺このね、このキノコがついてる左側にキノコ、ハテナキノコがついてるやつをは、これをクリアすると、このアミーボが、アミーボじゃない、アミーボ、キャラマリオですね、キャラマリオがゲットできるんだよ。で、このアリのメーカー、アリの課長、俺ゲームセンター6大ファンで、まあ、これを見て実況始めたんだけどまあこのゲーム課長が作ったコースを3つクリアして、キャラマリオを今回、ゲットしようかなと思います。人気ゲームバラエティ番組ゲームセンター CX に出演してるアリの課長が作ったコースです。ルートは1つじゃないので、いろんな道を見つけてください。最後の道を間違えるのは土下座ゴールと言いますどういうこと？ちょっとあれやりましょうか。セーブとかあるんだな。はい、どんな感じなんだろう。あ、イベントコース、あ、いいな、こういうのいいよね。どんどんなんか何点何がか分からん。これは取って走んのかな。おい、あ、こっちじゃない。これはキノコか、違う。よし、これ走って、やばい、くしゃみ出そうすいませんあくっそくしゃみに殺された。俺はクリボーに殺されてないからね、くしゃみに殺されたんですよ。
これで取って上行って、何気に迷路になってるのか。あ、上側か。うわ、地味にちょっと意地悪な仕掛けになってるな。あ、あー面白い。あ、あー、これいいね。結構俺あんまこういうことやったことないから、ちょっと使うのもありですね。おおお、怖っ。入れないで、これも入れない。おいおい、初代マリオって、あーこれ怒られるんですよ、これ。あ、それは怒られないわ。それがあるなら怒られませんそれ怒られるからね、最近ハトに怒られるから。スター欲しいな。よし、でこっちか。こっち行って、おい、あー危ねえ危ねえ。ちょっとここでストップしとくか。これはファイヤーつ、あーなるほど。おい、これで待つんだね。ウィー、これでどうするんだ。ん？あ、スターが、スターないとダメってことか。で、おい、あー、ジャンプ、よし。わー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 、意外にむずいぞ。わー、意外にむずい、意外にむずいぞ。ちょっと簡単だと思って、あ、うわー、これ課長クリアできんのこれ。あーくっそもう、そこの穴はまるみたいな。あ、待って。今んとこが、失敗したら、やらされる土下座ゴールってやつじゃない？なんか下にもゴールできるとこがなんかありそうな感じだったよね。ちなみに俺は土下座も許されなかったね。100点。これ土下座ゴールだな。もう動けないわ。クッソ、失敗したよ、もう。あ、でも一応クリアですね。土下座コールになりましたが、オッケー。よーし。これで次へ。あー、すごー。わ、なんか100番以降なかったんだけど、超追加されてるね。なんか多分いろいろもらえるんだろうな。オッケー。じゃあ次は、帰ってきたアリのメーカー。よし、行きましょう。海の面をゆっくり泳げたらいいのになと思って作ったせいです。ルートじゃないところに楽な道があります。探してみてください。いや、俺は楽な道選びませんよ。ちゃんとクリアしていこう。帰ってきたマリノメーカー、まあ、水中面作るって逆にね、やっぱ水中面って圧倒的少ないからね。うわ、普通に難しそう。こっちでいいのかな。下もルートありそうだけど、ゲストがね結構、うわ、あー、でもすごい、これは楽だ。ドッスンも倒せる。水中ドッスンってゆっくりだな。これは取っときたい。よし、よし、これで下行って、あぶねえ、ぶねえ、ぶねえ、こわこわこわ、助けてください。ゲッソーさん、やめてくださいよ。あ、あそこキノコある。そう考えるとここでちょっと待機でいいな。キノコくれ。オッケー、スターもください。おお全然水中ゆっくり泳げないんだけど、あれは欲しい。で、まあでもすごいな、水中のなんか普通に地上にありそうな水中のステージだな。え、ハズレって書いてあるのこれ。何がハズレなのえ、これダメなの、これ右に行くしかないの。本当はもっと簡単なコースがあるっていうのはそういうことなのかな。わ、なんかこの矢印嫌な予感しちゃうわこれ上側いけない。何これ、水槽かなあ、下になんかプクプクが泳いでる。え、あー、これ、これ騙されちゃダメだ絶対これ死ぬもん。マリオメーカーの仕様知ってますから、あの先に何もありませんよ。で、あー、オッケー、おい、オッケーオッケーオッケー。いやー、簡単なルートも多分あるんだろうね。あ、でもどっちもあれだね、初代のスキンを使って作ってんだな。次、まあ作った時になかったのかもしんないけど、まだ開発時だろうから。で、これクリアして、新アリのメーカー、アリの課長大好き、見たことのないマリオを見せてみようと思って作りました。爽快感の後に来る課長の底意地の悪さを楽しんでください。底意地いきましょう。
やでもいいね、こうやってイベントコースがどんどん追加されていくのがちょっと楽しみだな。これはおっと、ジャンプ台得意じゃないからね俺。で上行け、上行くのか。あすげえ、アーリーの、わあ気持ちいい気持ちいい、めっちゃ震える、音聞こえる、あまあでもでかいままだからよしとしよう。でもおファイアーフラワーもらって、これなんか割と1画面でパッとクリアできそう。ちょっとおすげえ、あー危ねー、おーすげえ危ねー、ちょジャンプできない、おお怖い怖い、よっしゃオッケー、ようやく落ち着けた。でキノコいらないな、あこれ上壊すのか、上壊すとこういうのが出てくると、あー気持ちいいいやーいいねー、あとでちょっと使ったアミーボをちょっと見てみましょうか。いやーこれサクサククリアできていくね。次へ、これでアリの課長は完全クリアですね。もうちょっともう一個、このトライフォース三重士、3人よればきっとひらめく、仲間と共に声を掛け合い知恵を出し合い息を合わせて謎を解く、3人協力がゴールの近道、えトラさんの世界がマリオのコースに、わーすごそう、めっちゃトライフォースあんもんな。待ってクリア率 100% なんだけど、あ6人や、でも6人が誰も失敗しなかったんだら俺も失敗するわけにいかんな。トライフォース三重士プレイしたことないけど、何マリオだけど俺、あすげえかわいい、すげえトーテンボールみたってる、はっ、あ一番上のやつは剣出して真ん中ブーメラン下弓矢みたいな完全に小学生のさ組体操なんだけどこれ、あ元も違う、これは死ぬわけにいかないな。6人ここの穴に落ちなかったってことでしょ、わっあいつまでトントンベール、トーテンポールを、トーテンポールは俺だけでいいんですよ、スターで、うわ土管が土管を積んでいる、俺この土管のなんかこう継ぎ目がないとかすげえ気持ち悪くなっちゃうんだよね、はっいいなこれ、なんかちょっとうまくいったらこうやってスマブラのアピールみたいにカッコつけれるじゃん、あやばい、30死、あははは嘘俺が初の死亡者に、はい忘れてくださいいや、いけ、おあーやばい、30死で終わりたい、え普通にむずい、てかでもみんながこう、おい、うわおおお、みんなが30死になっている、え、なんかある、あれ見たいな、あ、普通にあれか、じゃあこれはちょっと待って、これはワンラップ取って気持ちよく、イエーイ、あこんな音なんだ、オッケー、これアミーボゲットできたんじゃない、これ、いやこうやってどんどんアミーボっていう、アミーボというかアミーボではないな、キャラマリオどんどんゲットできるのいいね。なんか攻略本俺買ったんだけど、そこになんかファミ通とかのコースも追加されますみたいな、あとスーパーマリオくんのキャラマリオとかが追加されていくみたいなことも見たね。あーなるほど、ちょっと使った手に入れたちょっと課長のアビーボが見たよ俺、ただのファンだからオッケー、ちょっと簡易のコースを作りましたよ、やったぜ、あすげえめっちゃ邪魔じゃんこれ、めっちゃこれブレるよきっとプレイが、あこの棒読みっぷりがいいな完全に土下座なんだけどあーすごクリアしましたよ、クリアしましたよ、ディナー前に帰れるかも、まあ、俺の方が歌うまいねはい、ということで、今回はちょっとアップデートされたものをね、ちょっとメインにやってみました。いやー中間来てね、イベントコースとかいろいろできそうなので、またまだまだ遊べそうですね。
ということで次回は、初のちょっと謎解き、意地悪謎解きコースを、ちょっと作ったので、次回はそれをちょっとやってみたいと思います。ということで次回に続きます。